夏を感じさせるさっぱりそば。家族でランチに出かけよう。まずは静岡市葵区上土にあるそば清。オープンから15年を迎える地元で親しまれているそばどころです。そば打ちの修行は長野県の小諸市というところで行いました。家族連れのお客様とか、あと年配のお客様とか来られてます。ランチの人気は上ネギとろ丼とせいろそばのセット。そばの実を仕入れて、そのそばの実をお店で石臼で引いて作ってます。この時期は北海道産のそばの実を使った二八そば。だしは、かつお節を中心に昆布とか、あとソーダ節とかサバ節とか、そういうのいろいろなのをこう混ぜて毎朝作ってます。そばの太さはのど越し重視で中細。だしの効いたそばつゆとも相性抜群です。南マグロを使って、結構いいやつを使ってるんで、すぐ売り切れになっちゃうんです、ね、1日5食限定でやってるんですけれども。自家製ダレと卵黄が南マグロと相まって濃厚な旨味に。こちらは揚げナスを使った季節限定のおろしそばです。ナスは素揚げして、そばつゆをベースに、ちょっと味をもうちょっと濃くして、それであと生姜とかを入れてさっぱりとした漬け汁みたいのに、その揚げナスをつけてからトッピングしてます。そばつゆをお好みでかけていただきます。ナスは油と相性がいいので、素揚げすることによってそのコクとかが出て、口の中に入れた瞬間にじわーっとするような感じで、とても美味しいと思います。刻み大葉やみょうが、大根おろしでさっぱり、夏に食が進みます。こちらは小エビの天ぷらと練り梅が乗ったおろしそば。梅はその紀州の南高梅を使って、それでお店で味を加えて練り梅を作って、で、そばつゆとその梅干しっていうのも結構相性がいいんで、それをちょっと混ぜて食べていただいたりして、さっぱりとした味付けになります。甘酸っぱく味付けした練り梅が辛めのそばつゆの味を引き立てます。練り梅は小エビの天ぷらにつけてもさっぱり味わえますよ。こちらはピリ辛な味付けのそば製つけそば。普通のそばつゆをベースに自家製のラー油を入れて、あったかい、ラーメンで言ったらつけ麺みたいな、そういう感じのおそばになります。ピリ辛テイストの自家製ラー油がやみつきになる美味しさ、年中人気のメニュー。帰りにお子さんにはお菓子もサービス。家族で楽しめるそば清です。続いては子どもも喜ぶ絶品洋食。家族でランチに出かけよう。富士宮市万の原神殿にある萩野亭。1987年創業、36年続く洋食レストランです。洋食一筋ですね。だけどやっぱり今はいろいろ和風も取り入れて、やっぱ地元食と多少足してね、やってますけど、家族連れはよく、週末はこのお座敷があるもんですから、まだちっちゃい赤ちゃんなんかがいる家族連れもよく使ってくれてます。一番人気のメニューはコリコリハンバーグのセット。一体何がコリコリしているのでしょうか。普通の合いびきの肉がベースなんですけど、それに牛肉と鶏肉と豚肉のちょっと粗めに切ったものを合いびきに合わせて、食べた時に肉感が楽しめるっていう、お肉を食べてるようなハンバーグ。焼くことで出てきた肉汁も逃しません。バターを加えてソースに。半分は焼いた時のフライパンに残ってる肉汁ですよね。あれがやっぱりもったいないっていうか、いい味出してると思うんで、それを先にちょっとかけて。仕上げにかけるのが手間暇かけたデミグラスソース。大体牛肉の筋とか使って、ブイヨン使って、トマト使って煮込んで1週間ぐらいかけて仕上げてますけど。
噛んでみると柔らかさの中にも食感の違う肉がゴロゴロと入っています。それがコリコリの秘密なんです。ご飯は食べ放題、私がね一応頑張って田んぼやったりしてるもんで続いて焼いているのは豚ロース。キャリアピンで焼き上がった後絡めてビネガーちょっと足して酸味を効かすというか、それにすごくね美味しいなと思って。薄めにスライスした豚肉を2枚使ったポークシャリアピンビネガー、甘めの和風玉ねぎソースやサラダと一緒にいただくと酸味が効いてさっぱりとした味わいです。こちらは根強いファンがいるビーフカレー。牛肉やブイヨンをベースに1週間ほど手間をかけて仕上げています。コクがある程よい辛さ。自分で作った方がもちろん時間もかかるんだけど、やっぱり美味しさが違うかなっていうのはお客さんも分かってくれるんで。子どもたちに人気なのはスパゲティナポリタン。自家製のトマトソースやケチャップで甘みを効かせています。サラミやソーセージが入った食べ応えのある一品。サービスでついてくるパンはシェフの手作り。ぬくもりを感じるレストラン萩野亭です。